はい、こちら、外来種樹木、南京派生。 ニセアカシア、シュロー、天、点、竹と、一丁、玉椿。はい、外来種、雑草。こちら、セタカワダチソウ、大荒れチノギク、バカナス、オセン仙ンサ、草、シ白いバナ、アメリカ仙段草、洋州山ごぼう、寝ますよ、ゆさー。荒れ中に、黄金契約があります。はい、ということでございまして、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。今年も、外来種を活用した、いろいろな農業のやり方とか、あるいは、食品としてどう生かすかとか、まあそういったことも含めて、現在、 社会にいろいろ参積しております問題肥料高騰、飼料高騰、それから食料危機まあ、こういったことに対してある程度対応できるようなそうした情報発信を今年もまた続けていきたいかなっていうような感じで思います食料に関しましてはまあ、自分で作るっていうこともそうなんですけども野生のものですねそういったものを活用してそれで食料がストップした時にどういうふうにしのげるかまあ、そういったことですね基本的に作付けするだけでは限界がありますしそこに自然の恵みですね耕作 しなくてもできるような食品、まあ、そうしたものをどういうふうに調達してくるのかそのあたりをいろいろ考えていければある程度乗り切る策はできるかなというような感じなんですねそれからほとんど何もないところからスタートした肺を起点にした無機農法ですけれどもこれも今の肥料高騰の問題ですねそうした問題にはかなり有効な手段になるのかなっていうような感じで思いますあとは資料高騰の問題なんかもこれも大体資料のことをある程度動画に上げておりますけれどもこれはちょっとね時間をかけないと難しい 問題で,もあるのでここはまあ、の私意見を参考にそれをを叩き台にししてて実際のそのそそ当事者がある程度結論を出していく、まあ、そうした分野になるのかなっていう感じで思います。ともあれ、今年も1年頑張ってまいりますので、有益だなと思う情報は、どんどんいろんな人に拡散していっていただきたいと思います。あとは、私自身のその農業での収益ですね。それがどういうふうな感じで確立できるか。まあ、それによっては、ちょっと一旦サラリーマンに戻る可能性もありますけれども、まあ、なるべくでしたら生産者として、 状状況況でででこうううしした情報発信をバンバンンきるよよななが続けばよろいいかなっていう感じで考えております、まあ、登録者もおかげさまで年末で700人を突破しまして、まあ、それなりに盛り上がってきてはおりますけれども、引き続き色々な有益情報を発信してまいりますので、お役立ち情報は色々な方に拡散して広げていただければ非常にありがたいというふうな感じで思います。ともあれ、気分を引き締めまして、まあ、年も改まりまして、 まあ、神社でもかなり五国法上のなんか祈願とかいろいろそういったもので似合っておりましてまあこんな感じで非常に年明け早々皆さん熱心にこう詰めかけておりましたけれどもはい。ともあれ頑張って今年もやってまいりたいと思います。昨年同様また今年もよろしくお願いいたします。はい。ということで本日はここまでにしたいと思います。よろしければチャンネル登録と高評価ボタンそれからコメント等ございましたらどうしどうしお寄せください。それでは失礼いたします。